荒々しくも儚い生まれたままの世界グランパルスその地はパルスによる天変地異と過酷な生存競争にさらされている神の慈悲など存在しない試練を乗り越えた者しか生きることが許されない地レインズは言っていた神なきこの世界今一度神を呼び戻すそれこそが コクーンのファルシの真の目的だと人は神へ捧げられる贄コクーンが崩壊した時神は再び目覚める けどそれは私たちを救う神なのだろうか抱きながらそれに反する心を持った私たちにできることはきっと夢でも見たか、うん、ちょっと長めのね お疲れ今日の収穫は相変わらず人の姿はない出迎えるのは魔物か朽ち果てた建物くらいだお疲れこの辺りも探し尽くしてきたなホープはあいつならチョコボと一緒に食い物をお前さん一人か
限界だって言うのかよ。コクーンを離れてどんだけ経ったと思ってる。どこに行ったって人はいねえ。ルシに関する手がかりもありゃしねえ。これでもよくやってきた方じゃねえか。道はまだあるよ。あの場所に行けば。バニラ。いいのか？何も見つからなければ今度こそ終わりだがな。全ての始まりの地、オルバ教。コープ。僕たちをルシにしたファル氏が眠っていた場所、バニラさんたちの故郷。そこに行けば刻印を止める手がかりが残ってるかもしれない。
たどり着ければな。先に行っててください。置いてけないよ。僕なら大丈夫です。一人でも戦える強さをみんなからもらいました。全部背負って、パルムポルムで約束したろ。怖いんです。みんな同じだ。同じ苦しみを背負った仲間じゃなかったのか。仲間だから嫌なんです。傷つけるのも傷つけさせるのも。だったらいっそのことここで。この次は死神のお出ましか。いや、その逆だ。ホープ、お前にはこれだけの力が眠ってる。なのに諦めるからこいつが出てきた。なるほどな。こいつは誘いに来たのか。悔しがる暇があんならこの試練を乗り越えてみやがれってな。僕も力を。負ける気しねえわ。受けて立つよ。すまねえな。すまねえな。受けて立つよ。
でっかいのを手なずけたもんだ。召喚獣は死によって人を救うんだと思ってました。けど頼りない僕たちを叱りに来てくれてたんですね。強がりのお前をだろ。次はちょっとだけ甘えます。言ったでしょ、グランパルスではみんなが家族。嫌がったってずっと一緒だよ。地獄の果てでもな。ここは地獄じゃねえっつーの。覚悟は決まったな。何も変わらないかもしれない。また壁にぶつかるかもしれない。でも道が終わるところまで行ってみよう。数百年ぶりの故郷と、見失いそうになった光を求めて、私たちの最後の旅が始まったんだ。行きましょう。この石碑知っているのか。死骸の一種つうか慣れの果てだな。死骸だと。大丈夫、もう何もできないから。使命を果たせなかったルシは死骸になって荒野をさまよう。死骸はやがて力尽き、石へと変じる。でもね、こんな風になってもまだ使命を忘れられずにいるんだよ。ルシに語りかけるんだ。代わりに使命を果たしてくれって。果たせぬ無念を抱えてるってか、浮かばれねえな。なあ、こいつの頼みを聞いてやろうぜ。一言とは思えねえよ。俺らも死骸になっちまったらこうなるかもしれないんだ。なんで後ろ向きだな、らしくねえぞ。人のために一肌脱ごうってところはスノーらしいさ。Thank you.